ひよこまんじゅう知っとう？知らん。知らんの？お腹空いた。名物よ、食べ。それ梅の、梅じゃないな、あんこのお餅。あんこって脳みそにいいって昔流行ったやろ？ほんとね、菅原の道真様のお好きなお餅。知らん。見て。白紙に戻そう、検討し。すごくない？すげえ。買ってきたよ。これはあの住吉さん、生田さんやろ。これ光姉ちゃん買ってくれて。うん、だってこれママ。これ鉛筆。完璧。あとちゃんと祈願して絵馬描いて。はい。祈願して絵馬描いて。どんな絵馬描いたん？え？それは娘が大学に受かりますように。何何大学に受かりますように。書いて、うん、してきましたので。できることは全部してきましたので、はい、大丈夫です。なんかな、めっちゃ可愛いね、見て。ごめんね、帰ってすぐ。いいよ、食べながら。座り座り、食べながら。うん、いいよ。ひよこまんじゅう久しぶりやわ。ひよこ、いえ、疲れたぜ。わあ、しんど。どれから来たらいい？ん？右から行こうか。右から。うん、これは何？そんなめっちゃ種類あるの？もっとあるで。えー、かわいいやろ。かわいい。しおり？おい、お守りや。嘘ないじゃん。お守りや、大丈夫や。すげえ。何するんこれ。うん、鉛筆削ってないのいっぱいあんねんけど、もらいすぎて。それは使って。ひさけたぞ、月のかつらもおるばかり。何それ、書いてある？書いてある。マークシート対応やって、おもろ。センター OK って裏に書いてあったから。まあ、センター試験どうで。鉛筆は使えるで。使って。すげえ、めっちゃかっこいいよ。うん、ジャパンって書いてあるね。強そうやろ。え、このマークシート、このマークシートって書いてあるさ、消しゴム持ってるで。うん、そうなん。マクシーって呼んだ消しゴム。使って。うん、塾でも金のもらったで。あ、そうなん、今日。お、うん、またこれ六角形やん。あかんの？普通、六角形じゃない、多いの。あかんの？なんか、こうが、こう書くみたいな。いいやん、素敵やん。じゃんじゃん。あ、これめっちゃお守りやな。うん、中見ていい？ダメダメよ、開けたら。すげえ、金の刺繍やで。うん、めっちゃかっこいいやん。線もなんか4色ぐらいあってんけど、脳、うん、は紫やなと思って。もう簡単やん。これはこのまま入れておいとくな。うん、カバンの中に全部袋に入れて入ってる。カバンの全部まとめて持っとかなあかんね。これは何？ひかる姉ちゃん買ってくれた。めっちゃでかいやん。それは机のとこに置いてきなさい。え、すげえ。これさ、塾行って塾の子置いてたらめっちゃ面白くない？机に置いとき。家の？うん、置いとくわ。それはな。すげえ。お札みたいなやつやろ。え、これ神様のさ、なんか宿ってんの？うん、そりゃそうやん。木の板のに。そりゃそうやん。全部こう、なんか魔術が。分かってないやん。すげえ。ちゃんとあの祈祷っていうんかな、してくれてるはずやからな。うん、確かにこれ字だけ書いて打っとったらマジで詐欺やもんな。うん。すごいわ。はい。で、生きたの。うん。去年と違うやん、これ。うん、うん、それもひかる姉ちゃんくれてんで。ゆくた神社そんだけあったら大丈夫やろ。あと、めいちゃんくれたやつとさやちゃんくれたやつあるやろ。そうそうそう、やろ。1、2、3、4、5、6個。あと塾でもらったやつもある。7個あるやん。じゃあちょうどいい数字や。でも塾でもらったやつはなんかあれじゃないね、神社のやつ。あ、本物じゃない、塾的な感じのやつ。塾のキャラクターだったやつ。でもなんか普通になんかお守りみたいな。へ、友達に見せたらさ、羨ましいって思う。うん、今週末やからね、頑張ってね。大丈夫。明日、明後日どうしよう。もういつも通り行きなさい。明後日どうしよう。何が？え、
塾行くか行かんか。いや行って晩ご飯はこっちで食べたらいい。うん。